皆さんこんにちは EasyJapanese へようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますのでお好きな方でお楽しみください今日もよろしくお願いしますはい、皆さんこんばんはこんばんは今日は4月16日金曜日ですかねはい金曜日ですねはいちょっとね、また間が空いてしまったんですけど今日も 2人でお話をしていこうかなと思いますはいわかりました今日の天気はちょっと悪くてまあ一日曇りでちょっとね最近にしては寒い一日だったかなというふうに思います、はい、うんなんか天気がねいいと思って朝洗濯をしたんですけど、うん、結構したんですけど、うん、天気が悪くてはいなんかちょっと残念だったなと そ,うですね、そんな感じあの僕らの住んでいるこの長野県っていうのは意外と意外とっていうか天気がいいんですよ基本的にははいあんまり曇りとか雨とかってなくてあのまあうちの奥さんの出身はあの海の近くなんですけど日本海側なんですけど日本海側結構曇り雨多いじゃないですか、うん、多いですででも今住んでいる長野県は あの晴れ率が高い、うん、ということでまあ結構気に入ってるところなんですけど、はい、実はあの YouTube の方のコメントにですね、えー、とビアンカさんっていう方から、えー、と長野県のお話をしてほしいよということで頂い,いてるんですよメッセージをね。はい、なので今日はちょっと長野県のお話今ちょっとイントロでも長野県天気いいよっていうお話したんですけど長野県って結構まあ 知ってる方もいれば知らない方もいらっしゃるかなと思うんですけど、うん、もう結構随分前のことになるんですけど、はい、僕がまだ小学生、うん、小学校に行ってた頃なので、えー、20年以上、うん、25年ぐらい前になるのかな、はい、もうにあのオリンピックがあったんですよね。 そうですね、冬のオリンピックがあったんですよ、うん、1998年、はい、なので、まあ、ちょうど今から23年前ですねうん、うん、にあの長野オリンピックという冬のオリンピックがあったんですよ、うんうん、そうなんです、まあ、あの一応ね東京のオリンピックをやるっていうふうに言ってるんですけど、はい、それより前だったらもう長野オリンピックなんですよ日本だと。 確かにそうですねそうなんですよまあ札幌とかもあったんだけどね、うん、東京も前にもう一回あったんだけど、うん、あのまあまあ一つ前の日本のオリンピックといっても長野、うん、まあスキーとかね、うん、あのスケートとか、うん、なので結構そういうお話すると、うん、あのイタリアとかフランスとかノルウェーとか、うん、そういうウィンタースポーツが盛んな国の人は、はい、あ,あ長野ねみたいな。 なること結構ありますね。確かに特に。まあ、あの僕らと同世代以上なので、うん、まあ特にね。30代後半40代以上の方は特に多い分かってくれるんですけど、うん、若い方はね。まあ,あのわからないかなっていう感じかな。あの、オリンピックのことはね。そうかもしれないですね。うん、私たちも当時子供だったので。その。 まあ例えばバルセロナとかねアトランタとかって言われてもみたいなそう,、ねうんそ,うね、そうそういうことだよねわかりますわかりますでだからあれだよねそれでまあそういうのがまあ長野って言ったらあのそれで知られていることが多いそうですね、うんまあ、なのであの一応今でもですねあの日本でまあスキーリゾート、うん、ウィンターリゾートといえば長野か北海道といわれることが多い、はい そうで,す、ね、でちょっと違いがあって、はい、北海道っていうのはあの日本の中でかなり北の方にあるんですよ。そうですね緯度が高くて、はい、もうあのヨーロッパとかと同じような緯度にあるわけ、うん、ただ長野っていうのは緯度は低いんですよだいぶ東京とかと同じぐらいの緯度なんですよ、うん、ただ山があって、はい、かなり高い山がずっとあって標高が高いそうですね 標高っていうのはうん難しいな海からの高さです、ね、そうですすねねそう3 0 0 0ルクラスの山がたくさんあって、うん、で北からまあ北アルプスそして中央アルプス、うん、南アルプスとそういうふうにこう囲まれてるの、はい、長野県というところなんですけどあの、まあ、僕は長野県で生まれ育ったので、はい、ある程度まあまあ好きなところもいろいろ知ってますけど。はい どうですか長野に来た今長野に住んで何年ですか何年ですかねもう6年,ぐらい6年になります、うん、はいどうですかえっとですねさっきさっき言ってたようにすごく晴れている日が多いっていうのは感じます。うんうん、洗濯物もよく乾く乾し。 逆にすごく乾燥しててるっていうのもはるん当に日本でも乾燥してる方だよね、うん、すごく乾燥してます、うん、乾燥っていうのは空気が乾いてるっていうことですねそうですね、うん、それは来てか、えっと、1年まあ住んでみて感じた最初の感覚でした、うんうん、あと、まあ、山の話先ほどしてましたけど本当に綺麗ですうん 山々が綺麗で、うん、特に冬の間は雪が積もって、うん、その山を眺めるのが、まあ、日課になっていたというか、うん、そうだねやっぱりあの日本って山がいっぱいあるのどこに行っても、うん、あるんだけどあのヨーロッパとかみたいに山の上に白く雪が積もっているのがずっと見える場所って意外とないよね。ないですね。うん あのなんて言うんですかね、こう木が生えてない山？うんうん、どう言えばいいんですか？わかりますよわかります。あのヨーロッパとかだとね、結構岩山、あそうね、特にイタリアンイタリアのあのねドロミテとか、はい、うん、オーストリアの方とかね、はい、多いですよねそういうのが。そういうあの景色に似た山々が、うん、日本の長野県にあるっていうことは。うん こう住んでて、誇らしいというか。なんか、はあ、本当に冬のや、山のこの景色は美しいなっていうのを。感じます。うん,う,んうん。うん、あの、まあ、スキーとか、スノーボードとか、うん、あの盛んなので。うん、結構、あの、外国の人住んでますよね。はい、そういう。そういう関係の。山が好きな方。うん。あの、まあ、登山。うん、まあ、えっと、ウィンタースポーツですか。うん ススキーーーとかスノーボード好きな方たくさん住んでると思います。うん、特にねあのオーストラリアとか、はい、ニュージーランドとかは南半球と北半球で季節が逆になるので一、うん、年中やりたいっていう方あ割と来るしその時に経、うんえっと、度っていう難しいんですけど時差がない からと来やすすいいいみたいな言う人いますね確かに、うん、時差ボケって言うんですかね「7位というかうん、うん、時差ボケ」って言葉すごい難しいんですけど難しい時差ボケ時差ボケっていうの分かるかなちょっとこれはあの英語で説明したいところもあるんだけどジェットラグってやつですねジェットラグっていうやつですねだけどあの、まあ、日本語で言うと飛行機で移動してなんか眠くなったり眠くならなかったり。 そうですね。ちょっと気持ち悪くなるやつですね。時間がズレちゃうズレですねうん、うん。時差ボケ。はい。あの日本ではえー、っと例えば、えー、韓国と一時間時差がありますけど、うん、はい。その時には一時間時差があるっていう言い方しますね。い言います。はい。例えば日本とイギリスは、はい、えっと普通だと八時間かな？八。 8時間8時間じゃないかなえっと今パート出てこないんですが8時間か8時間時差があるんじゃないかなはいであのー、サマータイムだと9時間になるんじゃないあなるほどあ違うかも <laughs> ちょっと逆になってるかもしれない、まあ,、まあ、そういう言い方を時差はねあ九9時間か普通9時間かプラス9だもんねまた調べましょうすいません,ち,んちょっと調べます <laughs> ごめんなさいイ,イギリスとは多分9時間じゃないかなでもあのー 結構時間の差はあります、ね。そうだね。まあそういう言い方をすると、はい、うん、そんな感じです。で、長野県なんだけど、はい、えっと好きな場所ありますか？好きな場所ですか？好きな場所はあいっぱいあるんですけど、うん、今住んでいるところ、うんうん、あの南の場所場所は行ってもいいんですかね？うんうん、基礎っていうところなんですけど、うんうん、あのこの場所大好きです。 <お>はい、その理由は理由はあの、まあ、先ほど北アルプス中央アルプス南アルプス3つのアルプス山々の名前言いましたけど中央アルそれがもうすごく綺麗で、うん、であの「た谷」うん「谷間の町に住んでるんですけど」うん、難しいねちょっとね。 ね、山っていうのはやっぱ山なんだけど、はい、谷っていうのは山と山がすごい近くであって、はい、その普通ね山と山が遠くにあればその間は平らになるんだけど、はいはい、山と山が近すぎてその急なね、はい、急な斜面になってる、はい、なって V 字型の、はい、それを谷という。そのの独特な地形も、うん、あの、まあま 悪いところもあるんですけど日が当たりにくいとかでもあのすごく独特な世界,世界というか、うん、ここにしかない場所だと思うので、うん、好きです。なるほどねね、はい、あと水がきれいあ水がは今でこそいろいろ言う人はいるけれども、はい、基本的に川の水飲めるからね。はい、飲めます。うん 本当に綺麗です。そうだね。うん、本当に綺麗だよね。はい、日本でも本当に一二を争うっていうぐらいの日本で一番綺麗と言ってもいいぐらいの綺麗さの川があるよね。はい、いや本当に、うん、そこはあの誇れるところだなと思ってます、ね。結構外国の人とかもこうトレッキングとかしててさ、うん、川見て喜んでる方とかもいるもんね。いますいます。写真撮ったりとか結構自信を持ってあの もしお客さんが来たら自信、うん、を持って案内できるる場所がたくさんある、はいうん、今ちょうどこのエリアの話が出てきたんだけれども、はい、あの何て言うんだろうな昔のね日本の昔、はい、300年400年前の江戸時代の頃の,その趣趣、はいはい、趣っていうのはその雰囲気っていうことだね、はい、そういう持つ趣を持つ家とか建物とか。 うん、そういうものが結構残ってるあそれはすすごくいいいとところだ思ま僕らもさ、うん、あの例えばヨーロッパとかあの行くとしたらやっぱりその昔ながらのオールドタウンとかに行きたいって思うじゃない。最近の街、ね、もかっこいいんだけど、はい、やっぱり古い本当に昔ながらの建築とか見たいと思うし思いますそれがまるまる日本バージョンでね、うん、残ってるっていうので、ね。 なかなかないんじゃないですかね。うん、日本でもそうだね。なんかあの京都とかより全然なんていうの古いっていうか <laughs>。そうですね。京都は京都でいいんだけど、自然の風景も含めて、うん、あこういう風な暮らしがあったんだなとか、うん、こういう風にあなんていうんですか建物が建ってたんだなっていうのが全部残ってるので、その雰囲気含めて。 感じてもらえる場所なんじゃないかなと思います、うん、なんかちょっとあのゲームみたいだよね確かに。こう森の中をずっとずっと森のちっちゃい道を歩いていくと、はい、いきなり街がポンって出てきてそうですねで街を抜けたらまた森みたいなうん。そういうゲームあるよねありますうん。あのなんていうんですかねトレッキングあるじゃないですかその 町から町に村から村に行くうん、うん、そういうう道もも残ってるんんですもんねそうあの、うん、面白いのが、うん、車で通る道は、うん、まあ新しい道であるのよ、はい、整備されてるんだけどその昔の人が馬とか歩いていた道がそのまま残ってるから、うん、それはそれで,車は車で別なのね、うん、で昔の道なんか本当にあに石畳といって。 石が並べてあるところを歩いていくというかそういうのが多分その当時のままなんじゃないかなっていうのが感じられてなんていうか「あここを歩いたのか」みたいなねタイムスリップしたみたいな気分になると思いますそこはすごく私も住んでいておめしたいポイントですねそうだね僕なんか思うのは 日本人にこそお勧めしたいかもしれない。本当に一緒に歩きたいですね。うん、友達とか。外国の人の方が意外と知ってたりするから、ね。うん、そうそう。うん、それは思います、うん。まあこのコロナがね、うん、落ち着いた時にはこの聞いていただいてるねイーズジャパニーズ聞いていただいてるリスナーの皆さんがね日本に来ていただいて、うん、まあこの長野県のこの基礎地域をね。うん あの訪れてくれたら嬉しいなっていうふうには思いますけどね。ぜひお越しください、うん。その時にはどんなものが食べれます。そうですね。基礎に来ていただいたら。お蕎麦。まあ、お蕎麦はね。はい。まあまあ。絶対みたいなところはあるよね。長野県といえばお蕎麦です。そうだね。はい。全全長野県の名物はお蕎麦ですね。うん、蕎麦です。うん、あとは。そうですね。 語兵持っていうのは聞いたこともないっていう人結構多いんじゃないかなって思うんだけど、はい、まあでも今アニメで「あの君の名は」とかでも「語兵持」出てくるよね。出てこないかな <laughs> ちょっと記憶にないんですけどんか多分アニメとかでも多分逆に知ってるっていう方いると思うのよ。 あうん、僕らなんかよりずっと日本の食べ物のことそうそう日本の食べ物のことを知ってるっていう方はいらっしゃると思うんだけど、うん、あのなのでね五、まあ、平餅っていうのは、えー、とご飯、はい、お米お米をちょっと潰して、はい、それを棒にこう団子状につけた、はい、それにあの特製のタレをつけてね焼いたものなんですよ。はい そうなんでこれはあのこの長野県の南の方と、うん、そして岐阜県にまたがって、はい、まあ名物であります、はい、まあいろんな形とかいろんな味があるんだけど、はい、それを食べ歩きしても面白いかなっていうふうに思うねはい是非それは食べていただきたいなって思ってますね、うん、そうだね、うん、あとはねやっぱりこの辺は漬物ですねあそうですね、うん、漬物は結構あのどの家でも 漬物つけるんでねそれをあの食べさせてもらったりする機会もあるんじゃないかなって思うんだけど、うん、そういうところはいいしあのこの辺だとやっぱり旅館とかホテルとか、うん、あとはまあゲストハウスなんかでも料理がねあの自慢というか、うん、そういうとこ多いから、はい、そういうとこ泊まっていただいてご飯食べてもおいしいんじゃないかなと思います。またね長野県って広いいので<う>いろんな 場所に分けて話してもいいかもしれないですね。そうだね。今日はとりあえずまあ、長野県の南の方の基礎地域、はい、ま僕らが住んでいるところですね。はい。についてちょっとお話をしました。はい。また次回以降ね長野県のお話をするときは今度は別の地域のお話をしたいなと思っていますけどね。ねはい。ということで今日はね最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。また明日。ではでは。 今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたこの番組は毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしていますポッドキャスト、YouTube のフォロー、チャンネル登録をお願いしますそれではまた次回の Easy Japanese でお会いしましょうではでは